とりあえず買ってみたの。これちょっと一回試してみる。これで体調が治るかもしれない。ここだけの話ないのに。タコ紹介しよう。ナイス、タコありがとう。野菜食べたらきっとな、うーくしゃみ出そう。ありえる。くしゃみ出そう。野菜食べたら治る説ある。ゆういちさんそれな。ナイスありがとう。ボックスボックスもない。タグありがとう。うーつらい。ガツンといちご、何ガツンといちごって。ガツンとみかんのいちごバージョンってこと。美味しそうなんだけど。そうです、美味しそう。今度買ってみるね、見つけたら。てかあれ食べてよ、あのあれファンタアイスのオレンジ、グレープの方が美味しかった。ギャフ、ヘキサさん泣いたく、目覚まし時計3個必要なズボラ女。目覚まし時計1個も使ってない。スマホで起きれます。こちら猫さんいいね、ナイス。ミルクチ泣いたく、花粉症あったちょ、やばい本当に。なあ、辛いです。あ、こちら猫さんやっほー。ボックスどうぞ開けていてね。パルムも食べた。村さんやっほー、いらっしゃい。ご挨拶皆さんありがとう。クイジョ公安隊さんいいね、ナイス。いらっしゃい、こんばんは。ご挨拶皆さんありがとう。公安、はいはい、どうぞ開けてってね。こんばんは。公安会計となんだけど、若いですね。猫ちゃん気をつけてね。ミルキーちゃん、ミルキチ花粉症じゃないっけ。ミルキチ花粉症じゃない、あれミルキチ花粉症じゃないっけ。村さん鼻づまりはあるけど花粉症とは無縁なのです。花粉症と無縁の人多いね。花粉症と無縁の人意外と多くない。私多分さ、友達に花粉症じゃない人一人もいない気がする。なんかおっさんやん、くしゃみ。だって辛いんだもんなあ、くじゃん。本当に辛い。呆れるくらい。この曲懐かしいな、めっちゃ好きだったんだよね。この曲、音が聞こえてる？入ってる音。この曲ね、大好きだったんだよ。やっぱビビッと来てるよ君。今日はファンアレルギー。ほでねこさん、杉にヒノキで5月までやばい。マジですか。え、辛いね。え、5月まで杉とヒノキ。ヒノキは杉の後、杉の前、同時期。ヒノキっていつなんだ、辛いの。はい、アイピさん、はじめまして、いらっしゃい。見てくれてありがとうございます。こんばんは。ヒノキは杉の後なんだ。つらい。じゃあさ、1年の半分くらいさ、花粉症に苦しめられてるの？こじゃねこさんは。あ、大輝くんいらっしゃい。今日も遊びに来てくれてありがとう。こんばんは。あ、辛すぎる。村さんぷちょめ、アイスバスアイネンナイス。おまりさん、目がしょっぱいしょっぱいしたの。辛いよね、目がしょっぱいしょっぱかゆいってこと。ジェゴシニさん、あ、ほら当てはまります。あ、そうなんだ、なるほどね。あ、しつばさんこんにちは、いらっしゃい。ミルケチボックス開けてね。ナイタグ、ジェゴシニさん、しめしめ。発見しちゃった、入室通知出ない方法。あ、村さん羽なし扇風機いいな、気になる。ゆうちさん、ボックスのナイタグ、タグありがとう。タグありがとう、ナイタグ。こじゃねこさん、ボックスありがとう、また来ます。またね、今日もありがとう、こじゃねこさん。村さん、プッチョメ、ナイ、プチファン、今月もありがとう、ナイス。プッチョメ、みんな声かけ、ナイス。ポンさん、はじめまして、いらっしゃい。お前、最高じゃん。つらい。プチあり、プッチョメ、よこちゃん、キュン、ナイス、ありがとう。ジュさん、こんばんは。ボックス失礼します。大丈夫って、つらい。ありがとう、ジュさん。ご心配。ポンさん、いいね、ナイス。こんばんは、いらっしゃい。あー、くしゃみでそう。それっぽいじゃん。
か。そう、ワンピース、ワンピースだよ。辛い、あー辛い。はじめまして、よろしくお願いします。93、よろしくお願いします。はじめまして。クリネコさん、尖った